こんにちは、犬飛びです。今日のテーマは、習字を習っていたのに大人になっても字が下手なままの理由という話をします。子供の頃、習字を習っていたよっていう、今大人になってる人は結構な割合でいると思うんですけども、習っていたはずなんだけどね、下手なんだよねっていうことってよくないでしょうか あのまあよくねそういった方が言うのは本気を出せばきれいにに描けるんんだよよねっていうふうに、ね、<laughs> 言うんですよこれねあ,のあるあるでうちの私の主人もその一人なんですけども彼はね小学校から中学校かなにかけて6年近く確か習字教室に通っていたって話をしてたんですけど。 目に見てもね日頃の文字はそんな6年間の成果が出ているかと言われたらうーん,うーんって感じなんですよねちょっとね怒られそうですけどまあでもそれは正直な話で、まあ、その度にね、えー「本気を出せばうまいんだ」というセリフがよく彼から 彼がね言うセリフですけどまあその本気とは、まあ、いつ出てくるものか否かまあその辺はねいいんですが、まあ、実際にその子どもの頃習字教室に通っていたけど、えー、大人になってもねそれをどうも活かせてないという大人、ね、私たち ぐらいの年代か450代っていうのは非常に多いんじゃないかなと思います。で、この理由についてね。私は自分なりの意見をね。今回述べたいなと思うんですけども、まあね、結論から言えば綺麗な字である必要がない、えー。生活を送っているということですね。で、もともと文字というものはね。もう当たり前ですけど、情報伝達のツールであって、美しさを競うためというものはまあ,ある。一定のあのー。 世界、えー、一部の人たちで流行っていた遊びというか <laughs>、うん、それがまあ書道ということですよね。もう他の、まあもううん、ん地球全体の割合からすれば文字なんて伝わればいいということです。えー、だからですね正確に伝わればいいだけの話であってその形が美しいきれいという必要は全く持ってないということですね。これはもう わかる話です。で、だからね、伝わればか、美しければなおよしという感じの認識で、えー、いる方がほとんどじゃないかなと思っています。ただ、引っかかるのが、あの、その本気を出せばという、その、うん、なんだマウント。うん。それをやってる、やっちゃう、言っちゃうってことは、 その綺麗な字というものはまだまだね、その過去、習字教室を習、習字教室に通っていた大人からしてみると、やっぱり需要はあるものなんですよね。まあ、いつか繰り出される必殺技みたいな感じで自分の中に溜め込んでいるんじゃないかなと思います。ただ、えー、じゃあなぜ普段の字に活かせていないのか。これは、その文字を書く、 というその行為そのものに楽しさや喜びを見いだせなかったという結末がそうさせてるんだと思います、えー、私はですね字は下手なりに何か物を書くという行為がとても好きなんですよ、えー、日記もですね二十歳の頃からもうかれこれ25年か続いてるのかうん20うんそ 五年以上が続いてまして、その下手であったとしても、なんかね、字を書くことということがすごく好きなんですよね。絵を書くことも好きですし、何か手を動かすということがとても好きだったわけで、この楽しさや喜びがないから、きっと彼らは綺麗な字というものにかける時間すらね、惜しいって感じてるんだろうなと思います。 でもうただねもう情報伝達ツールとして文字を認識してしまった時点でもうね子供の頃のようなその遊びに近い習字遊び感覚ですよね筆とか墨を使って絵を描くような感じで、えー、楽しんでいたその情熱といいますか書道、うん綺麗な字への熱というものが冷めてしまってまあその その喜びや楽しさをね子どもの頃見つけていたものが大人になっても持続できなかったどか途中でねなくなっちゃったのが今修理とか書道からね離れた大人の今だと思います。でこれがね大人になってうま、えー、くなるかならないか下手のままなのかという違いで。 ですね、でもう一つ、うんあのーまあ、丁寧に書けばうまいというものはやっぱりその長年自分は習字を習ってきたんだっていう誇りがその意地のようなものを生み出していて。で そのね、ただ本当週1か週2か知らないけど習字教室もただ行って遊んでいたわけじゃなくそれなりに技術を学んでいたわけで知らないうちにね自分の脳のというかもう自分の体の動きにインプットされるんですよね。えー、もう書道はスポーツのようなものでもう体幹とかその手の動かし方とかもう無意識にできるんですよね長年やれば。 それが、あの、誇りになり、えー、意地を生み、ゆっくり丁寧に書けば綺麗になるという、その、必殺技になるんですよね。えただ、時間になったね、子供の頃なら、そういった刺して楽しくないことも習慣化されればね、まあ週1、週一、週二でもいけたわけですけど、もう、時間のない大人。 になる過程でね、そんな忙しいのに丁寧に書くということも、ちょっと許されない、そんなもったいない時間は使えないということで、どうしてもね、そういうきれいな字というものが排除されてしまうという結果になったということです。で、えー、この子供の頃、丁寧に書きましょう、相手を思いやる文字を書きましょうということから、情報伝達の文字に変化してしまう。 ということです誰だってね早くて、えー、字が書けて、まあ、相手に、えー、正確に伝わって仕事がはかどるに越したことはないそれはありますただある一定の割合でいくら早くてもこの字は美しくないから楽しくないしもう我慢ならないという美,美の美しさに対してのまあ貪欲にね 追求する人間はいますその自分の字にプライドを持って、まあ、そこに無駄を感じず大量の時間商品にも屈せず我慢し続けてきた大人だけがね普段も綺麗な字というものを書ける世界書ける領域といいますかねその世界にたどり着くんじゃないかなと私は思っています。 やっぱりこうある程度のこだわりプライド、うん、という意識がないと字というものは上達はしないですよねもうどうでもいいような考えでたくさん書けばきれいになるというわけではないんですよね。結局まあきれいに書こうという意志が自分の中にねそ書くのようなものがあるかないかです。 で、これを私は話して思ったのが、結局、その子供の頃にその核を見つけてあげて、育ててあげるのが、習字教室とか書道教室なんだなと思います。その核というものは、うん、楽しさ、喜び、学ぶことの貪欲さ、 美しさへのこだわりといったものでこれはね書道教室の大きな仕事だなと痛感しました私の大きな課題でもありますまた改めて書道のね奥深さを感じたわけですはいそれでは今日はこの辺で終わりたいと思います最後まで聞いていただきありがとうございました犬旅でした